先日ロッテ佐々木朗希投手が完全試合を含む17イニング連続パーフェクト、13者連続奪三振、打者51人連続アウトという歴史的快挙を成し遂げたが、そんな歴史的快挙よりも佐々木朗希投手が際どい判定に苦笑いをし、その態度が気に食わなかったのか、白井球審が佐々木朗希投手に詰め寄った出来事が世間を巻き込む大きなニュースとなった。しかし金やんこと、わしゃ知らんこと、金田正一が、もし佐々木朗希投手だったら、どう対処したのかシミュレーションしてみた。佐々木、よう見とけ。金やんは自称180キロの渾身のストレートを、アウトコースに投げた。ストライクじゃろ。しかし判定は、ボール。金やんは苦笑い。その態度が気に食わなかったのか、白井球審が金やんに詰め寄った。どうした？どうした？すると金やんは、今のはストライクやろ。わしゃ誰やと思ってんのか？今のはボールです。わしがルールやろ。今のはボールです。わしが一番やろ。今のはボールです。金やんはハリーを呼び出した。ハリー。今のはストライクやろ。わしもそう思う。金やんは子分のハリーに指示し、白井球審を力技で押し切ろうとした。ストライクじゃろ。ボールです。ストライクじゃろ。ボールです。ストライクじゃろ。ボールです。金やんとハリーの力による一方的な現状変更に、白井球審は必死に耐えしのいだ。白井球審は、ここまで来るのに紆余曲折あったのだ。そして白井球審は、球審人生一の退場をと、ハリーに退場を告げた。わしは金やんに呼ばれただけやぞ。部外者は入っちゃダメです。金田さん、あの人誰ですか？わしゃ、知らん。
ということで、先日の佐々木朗希投手が球審の判定に苦笑いしたとき、カネヤンだったらどうするか、勝手にシミュレーションしてみました。皆さんなら、カネヤンならどう対処するか、コメント欄にてお聞かせください。それではまた、次の動画でお会いしましょう。